超 FPS 高いこのスライム。陰キャセンサー発動。こういうのは大体裏になんかあるんだよな。やばい。ガチでエグい状況やん、これ。ゲーム内だけでも幸せにな。黙りな。大それた人物の生まれ変わりだとは、到底思えんが。失礼すぎない。手に紋章みたいなのある。これ何なんだ、このペンギンみたいなやつ。なんだ？映画？何これ映画？首なし騎士みたいなやついる。なんだっけこいつ。あれなんかでも新しいやつか。なんかちょっと違うな。俺映画買ったん間違えてん。もうちょいでかいな。3人するか。なんと赤ん坊がこんなところに。もしかしてフルボイスこれ。フルボイスの話映画やん。すげえすげえ。16年後。210fps マジ？あ、腕に、手に紋章ある。あの赤ん坊か、これ。ちょっと待って、画質えぐくない？ちょっと待って、画質えぐくない？ついに、あの岩を登る日が来たんだ。なんか儀式で登るのか。これに登るのか。小さい頃からずっと。16歳になったら神の岩に登って大地の精霊様に。なんかこの村の風習みたいな感じなんかね。大目当てだもん。それじゃあ行きましょう。なんだ？うわ、スライムや。すげえ超 FPS 高いこのスライム。おもろい。待ってむずっ。キーマンの操作ちょっとむずいなこれ。あ、避けてんか。これ避けてない？無理？一発当てて。やべ。無理だ。無理か。避けれはしないか。これは俺があれか。戦えたかったことか。スライムたちをやっつけた。6ポイントの経験値を獲得。あ、単性なんだ。じゃあもう普通に別にこの動けるのはあんま、あれなんだね。ちゃうんや。石の村にもたらす恵み、そのすべてに感謝せん。見えた。陰キャセンサー発動。お鍋の蓋を見つけた。こういうのは大体裏になんかあるんだよな。着いたわ。着きました。天気が良かったらきっと絶景が見れたはずなのに。確かにこんな高いところ登ってきたから絶景見れそうだな。お祈りを済ませないと。なんだ？あ、なんだなんだなんだ。おお、なんだなんだなんだこいつ。なんか見たことあるなこいつ。やばい。やばいそれは。ちょっと待って、ガチでエグい状況やんこれ。やばい、ちょっと。引きこもりで荷が重いかもしれん、これ。あ、なんだ？あすげえ。何これ。神の一族ってわけ。私たち。俺が神の一族ってわけ。まるであなたが雷を呼んだみたい。完全に転生してきたやん、こいつ。おー。超も登ってきたな。おお、絶景だね、これ。おー、ちょっと待って、たっけー。怖え。たっけー。向かった夢は麓へ降りていった。ただいま、おじいちゃん。ロトゼタシアがいかに広大かを、石の村しか知らぬお主らも。ああ、これが儀式ってこと、めっちゃいいやん。お主らはまだまだ若い。もしかすると石の村の、なるほどね。外の世界知るためってことね。成人して。めっちゃいいじゃん、これ儀式。実は。この先ってことか。ゲーサワだな。なんか、結婚させたがってるな、かなり。ゲーム内だけでも幸せにな。黙りな。ここか？ここだ。あ、おかえり。うちの息子、エマちゃんの足手まといにならなかったかい？足手まといなんてそんな。聞いて、すごいのよ。そうなんすよ。岩の頂上でね、魔物に襲われたの。でもね、その時あざがピカー。いやー、マジでね、分かってる。魔物に直撃。分かってる。まるで彼が雷を。そういうの。なんだって。そんなことがあったんだね。こんなあざは何なんだろうな。運命には抗えないのかね。お前に全てを話す時が来た。本当にそうや。本当にそうだった。受け取りなさい。なんだ？何これ？その首飾りを渡すようおじいちゃんに頼まれててね。あんたはね。なんだ？勇者の生まれ変わりなんだよ。なんだって？勇者の生まれ変わりなんだ。勇者の生まれ変わり？勇者じゃなくて勇者の生まれ変わりなの？勇者の使命を果たすため、この村を出てデルカダールに行かなきゃいけないんだ。その昔、大いなる闇を払い、世界を救った人物と聞く。お主がそんな大それた人物の生まれ変わりだとは、到底思えんが。失礼すぎない？が言うならそうなんじゃろうな。分かり際に言うことか？くれぐれもこの村のことをよろしくな。ふざけて村長だったよって伝えてやるわ、こいつ。王様から何か褒美がもらえるかもしれん。ふざけてやろうだ、こいつ。あんたは自慢の息子さ。辛いことがあってもくじけずに頑張ってくるんだよ。おお。あ、もう引くに引けないわ、これ。もう引くに引けない、こんな。